こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、本日発売のプラレール買ってきました。で、今日発売されたのがこちらなんですよね。プラレールのぞみ30周年記念300系のノスタルジックサウンド仕様ね。こちらと、あとこれです、最後のブルートレイン北斗星 DD51 10連仕様、このめっちゃかっこいいやつ、この2つが今日ね発売されました。ということでですね、まあ、今回はね、どっち両方っていうのはちょっとね動画が長くなっちゃうんで、どっちこっちですよねやっぱこの10連気になりますよね。めっちゃ気になりますよねこれ。はい、ということでね、早速これをね、見ていきたいと思います。で、価格の方なんですけど、私はね近くの上新で4400円で購入しました。まあ結構いい値はしますよね。で、パッケージはこんな感じで、あのプラキッズがついてて、あとこれもついてますよね、寝台車がついてて、であとね食堂車もついてますということで、であとはどうですかね。あ、後ろはね、そのちょっと細かい説明、どこ走ってたかとかね、上野から札幌までね走ってたみたいです。で、まあこんな感じですね、後ろ。あ、結構やっぱりねギミックもねいろいろありますよね。おお、ここもね、あ、なるほど、いやいいですね。はい、ということで早速ね、いやこれはほんとね待ちに待ったプラレールですよ。ということでちょっとね、よく考えたらこちらねプラ列車カードついてないので、ジョージ石原が開封してる間に読んどこうと思います。寝台特急北斗星。寝台特急北斗星は1988年昭和63年3月に青函トンネル開通に合わせ登場した豪華寝台特急列車です。上野から札幌間を結び、函館から札幌までを DD51 の10連運転で運行されました。2015年3月に定期運用を終え、同年4月より臨時列車として運行されましたが、8月22日で運行終了となり、ブルートレインの歴史にも幕を閉じることとなりました。2021年11月現在ということでですね、まずはね先頭車の方から見ていきます。で、先頭車正面はね、まあこんな感じで、この北斗星、ここはねシールになってます。あとここら辺もねシールですね。で、横はまあこんな感じで、おもうねゴールドのこのラインが綺麗ですよね。そして車体もやっぱかっこいいですね。で、こちらもこんな感じ。まあ、ここはシール同じですね。で、まあ、こうです。で、上はまあ、こうなってて、まあ、成形はね、結構細かいという感じはします。で、下はこう。シャーシの方なんですけど、あれ、ちょっとシャーシね、変わりましたね。待って、これ切り替えない？もともとあったのかどうかちょっと覚えてないですけど、ワンスピードですね。はい。で、電池はね、単二電池1本になってて、よいしょ。では、ジオン。あ、結構ね、静かですね。スピードも、やっぱりね、このタイプは、遅めになってますね。そして、お次はですね、で、これは、2号車でいいのかな。で、動力がね、これないタイプになります。そして、まあ、正面はこんな感じで、ここ同じくね、シールになってて、1138って書いてますね。で、あとはまあ同じようなね、先頭車と同じような感じになってます。よいしょ。見てもらうとね、よくわかるんですけど、これやっぱこのボディの使い回しですよね。ここ埋めてありますもんね、これね。ということで、じゃあ次ですよ。で、次はこちらがね、寝台車ですね。ネオハネ25ロイヤルソロ寝台車という。で、まあ正面はこんな感じになってて、まあこれもなかなかね、いい感じにはなってるんじゃないかなと。あ、ダブルデッカーなんですかね、これ。まあこんな感じ。ダブルデッカー？あ、そうなの？こっちだけ？え、こっちでも普通やんね。こっち普通でこれ、窓が2つ。まあまあいいっすか。はい。で、上はこんな感じで、こうね、色ちゃんと塗り分けられてて、下はこうです。で、こちらね、ギミックがあって、あ、いたいた。こうですね。まあこんな感じで開くようになってて、で、プラキッズがここに入ってると。で、このプラキッズが、運転手さん。運転手さんなんだ。あー、ちょっと、おじさん風ですね。ジョージ・シャラみたいな感じの、おじさんですね。
運転手さんに寝てもらう。あ、これちょっと待って、シールだね。後でまたちょっとシール貼りますけど、とりあえずこんな感じでね、プラキッズ寝させられるね。あのこの下もだ。あ、外せれるこれ。お、外せれる。で、ここにこうですね。だから全部で3体のプラキッズね、寝させることができます。おお、これはね、シール貼るとまあこんな感じで、まあここら辺がシールになってて、あとね、これが全部ね、寝るところがシールになってます。じゃあお次は、今度は寿司24グランシャリオ食堂車、まあ、こんな感じで。おお、まあ成形自体もね、割合いいんじゃないかなと。わあ、すごいっすね、ここね、でこぼこしてて。で、下はまあこんな感じで、こちらもギミックがあって、まあ同じようにね、開いてと。よしょ、これアプラキッズこっちもついてます。あー、すごい。おー、これが食堂車で、こちらの乗客のプラキッズは、おお、なるほど。結構男前のね、プラキッズですね。まあこんな感じになってて、で、こちらの乗客を、乗着。音が騒がない。乗着。いや、乗客だよね。いいんじゃないですか、なんか。で、シールを貼ると、こんな感じになります。で、こちらが4両目のね、食堂車になるんですけど、シールはここと、まあ、ここと、ここになります。で、最後はこちらですね。で、これが、オハネフ25。こちら、客車かな？なんでしょうね。はい。まあ、そんな感じです。ちょっと適当だけどね。ここはシールになってます。まあ、こんな感じですね。よいしょ。で、ギミックの方は、カチャンとね、開くようになってて、これは、あの、座席と、あと寝るところがありますね。うん、まあこんな感じ。せっかくだからこちらの方たち寝ていただきましょうかね。乗客に座、乗客、あ、落ちた。はい、まあこんな感じでね、プラキッズを置くことができます。シールを貼るとこんな感じ。ここですね、こことこことここがシールになります。ちょっと待って、ちょっと待って、これ2両目ひょっとしてギミックある？あ、忘れてた、2両目ギミックあります、これ。はい、ごめんなさい。2両目でこれからギミック紹介しなかったですけど、こういったね、なんかギミックがあって、これ、運転席ですね。これ、だから運転手さんを乗せて、あー、こういうこともできるみたいです。ごめんなさい。いやー、かっこいいね。あー、こうするとね、こっから運転手さんが、ちょっと、あ、見えた見えた。見えましたね。よいしょ。こっちと。これで、つなげると、まあ、こんな、こんな感じになります。長いね、やっぱり。あちょっと、こうかな。かっこいいですよね、これ。ではね、これで発車してみます。スイッチ、オン、スタート。これかっこいい。はい、では止めます。お、いかがだったでしょうか。今回は2022年の3月に発売された新作のプラレールで、最後のブルートレイン北斗星 DD51 10連仕様、こちらを紹介してみました。まあね、5車両編成で全ての車両に機能があるということで、まあなかなか素敵なプラレールになってるんじゃないかなと思いました。はい、ということでね、まあ、今回はこれで終わりたいと思います。
ありがとうございました。はい、気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。